こんんにちは、でです。す一瞬スなんですけども、本日はですねまたね靴を紹介したいなというふうに思いますと、まあ、前回のまた動画ちょっと触れてみましょうかナイキの無地ほぼ無地と言わせてもらってますけども無地 T 皆さんあるのご存知でしたっていうところからなんとこの T シャツもセール価格で今展開しているということでございましたでおかげさまでですねまあ、ちょっと個人的にはチャンネルとしてはやっぱ靴の方が視聴回数やっぱ回るんじゃないかなっていうふうなのは少なからずあったのでまあ、どんなもんだろうなぁと思ったんですけれども アパレルの紹介にしては結構見られた感じはしたので、まあ引き続きね、そういうのもやっていけたらなというふうに思いますし、コメントもね、17、8件ぐらい来ているので、まあ個人的にはとても嬉しいなと思いつつっていうような感じでございますね。そんな感じで、今回もですね、ちょっとやっていこうかなというふうに思います。あ、皆さんご存知ですかちなみにこちら、ちゃんとね、先日母親からですね、LINE をいただきまして、こちらがですね、前回までハンガーが無造作にこう並べてただけだったので、ちょっとみすぼらしいって言われまして、まあちゃんとね、こうやって洋服もかけております。そはちょっと余談でしたけれどもも今回ご紹介するのも なんと僕がですねだいぶ前ですねなんなら発売日に買ったんかな買ったんですけれどもこのメンバーデイズのこのタイミングで安くなっている靴を紹介させていただきたいなというふうに思いますサムネでもお伝えしているんですけれどもあるモデルの OG カラーもなんとセール対象になっているということでご紹介しましょうこちらでございますはいこちら 90ですねまあいわば OG カラーと言われてるカラーですよ。まあインフラレッドって通称言ってるんですけど、まあ、最近だとちょっと言えなくなった言わなくなった言えなくなったどっちか分かりませんがまあそういうのでですね名所自体はちょっと何て言っていいか分かんないんですけれども今回こちらのアイテムもなんとセール対象ということでございます。はいでねこれまあもちろんねナイキ好きの方が多いと思いますから果たしてこれ本当に OG なのかと。 いうところなんですけども厳密に言うと違います OG カラーという形でちょっと言わせていただくんですけどもこちらなんとまあ、ここにも書いてますね ゴアアテッッククススのエアマとということで以前からもう何年前2年ぐらい前からかな僕が知ってる限りだともうすでにねこのエアマックス90のゴアテックス仕様のモデルって結構前からあったんですよ2年ぐらいだったと思うんですけど正直ちょっと絶妙だったんですよカラーリングがグレー白みたいなのが唯一いいなと思っててでもその当時でも2万円ぐらいだったんでうーんみたいな思っていてで今回いつ買ったんだっけな1月とか2月に買ったんですけどそのタイミングで このカラーが出ててきたって結構ねやっぱエアマックス好きの僕からしたらやっぱこのカラーは見過ごすわけにはいかないと。<laughs> ということでちょっとゲットしたものでございますせっかくなんでオリジナルカラーもねちょうど出てきたので出しますけれどもですねはいこちらこちらがいつだ ?2020 年かな 21年いや20年こちらの復刻した AMAX90 と比較させてもらいますがほぼほぼ OG カラーという形で展開をしているもののやっぱりこの生地だったりとか色味がね若干違いますねあくまでもこれもね復刻っていう形ではありますが OG 仕様のものでこっちはゴアテックスって形なんですけどもどちらかというとねこっちの方がちょっと明るめですね全体的にでメッシュというかこののューボックスの部分もですねちょっとまあ白いかなと思いますしここのまあインフラレッドというかこの赤オレンジって言えばいいでしょうかねその これもですねこっちの方がパキッとしてるような感じですね切る部分はそこまで大差ないですねこういう感じでございますでちょっと面白かったのがですねソールまあこれはねエアマックス好きな方からしたら結構見覚えのあるエアマックス90のソールなんですけどなんかね分かんないんですけどねゴアテックスの90こうなってるんですよ これ何を表しているのかミスなのかミスではないと思いますけども、まあ、個人的にエアマックス好きな僕からしたらですねやっぱここがねゴアテックスになっていると結構おもろいなっていうのとちょっとしびれた部分でございますねあとはね今写真別でやりますけどもここの終端の部分がですねゴアテックスって書いていて、まあ、こういったところもですねエアマックス90のカラーリングをまといながらもゴアテックスというかなりねこれからの時期めちゃくちゃ活用できる靴として展開があります まあそんな感じでですねせっかくなんでちょっと履いてみようかなというふうに思うんですがまあちょっとゴアテックスなんでめちゃくちゃベタなことさせていただきますけどちょっとまあ水なんか垂らしてみたりなんかして本当にゴアテックスって水はじくのみたいなまあ、皆さん何度も見てると思うんですけどもちょ,ちょっとまあせっかくなんでしょやらせてくださいよそれぐらいはということでちょっと今からですね水をかけたいと思います。 とということでですねめちゃくちゃ生活感のある画学になりましたけれども、ですねえ早速ね、水をちょっとつけてみたいと思います。これがゴアテックスの、はい、こちらです、ね、90ですが、ね、いってみますね。わかんない,かい、見えてます、見えてます。やっぱいいですね、いいですね。全然跳ね返しますね。中はちなみにもちろんね、濡れてないと。 全然濡れておりませっかくなんで貯めてみますねはい貯めてみましたがいってみますすごっすごっこれ入んねんや全部入ったらいいよかったですけどちょっとつま先だけごめんなさいねつま先だけうえー 弾きまくります、ね、ほらあすいませんただこれちょっとやりたかったんで動画撮ってますじゃあちょっと本編戻りましょう水かけましたけれども <laughs> やっぱすごかったですね結構なんか下手なリアクションでしたけど <laughs> 普通に弾くっていう感じでしたしこれだったらこれからこう迎える梅雨の時期とかでもいいんじゃないかなと思いますし気兼ねなく えまあ雨の日とかかでも履けるんじゃないかないこんなねすごく爽やかなカラーというか白が基調とされてるカラーでも全然関係なく雨の日とととかか履けるかなと思いいますすう感じですねせっかくなのでまあ前回同様またねちょっと僕が履いてみてレビューそしてまあちょっと僕だったらこんな感じかなみたいなのをスタイリング1パターンだけちょっとやってみたいなというふうに思います。 さあということでですね履いてみたらこんな感じでございますねフルレングスで僕履いているので正直ここら辺の部分隠れちゃうんですけどもこれからのシーズンでいくとパンになるとこういうがっつりこう見えるっていう感じですねこういう風にちょっとねこっから上行くとちょっとねすね毛が見えるのでもしかしたら200人ぐらい減ってしまうかもしれませんので見せませんけれどもですねで僕のレビューとしていろいろちょっとまた言いたいなというところなんですけどもまずこれ26.5を買ってます、まあ、いわゆる僕のサイズエアマックスでいくと26センチが毎回なんですけどハーフサイズ上げておりますこれ何かというとこのアイテムで ここの横幅がかなり狭いんですよなので個人的にはちょっとハーフサイズ上げた方がいいかなと思って上げて買いました前回の動画でねちょっと紹介した靴に関してもハーフサイズ上げたものもあるんですけどもちろん上げたら上げた分ここの部分ねが長くなるんですけど正直このぐらい余裕があります親指をここかな まあ特に支障はないかなただただここの部分を広げたいがためのハーフサイズアップって感じですねあとはまあここら辺が結構厚いのでだいぶ大きく履かない限りこうずれることはないかなって感じですねハーフサイズぐらいと全然許容だなっていうところと、まあ、見たらわかるちょっとごめんなさいねあの見たらわかる通りこうやってねフアテックスのね中が浸水しないようにというか染みないような感じのものがもちろん入ってるっていう。 なのでこういうふうな感じで履いておりますね。ボアテックスなんでこれからの時期めちゃくちゃいいと思ってて梅雨になりますしなんなら東京はね最近本当に4日に1回ぐらいは雨降ってる印象なんですよなのでちょっとずつなんか梅雨の期間にもちょっと突入しつつあるのかななんていうのも早いかもしれませんが感じててだからもちろん他のアイテムとか別にナイキじゃなくてもボアテックスとか防水撥水が強いやつとか、まあ、そういうのが結構出ているんですけれどもこれは僕的にはえ、まあ エマックスが好きだっていうのももちろんありますけどこの靴とかもぜひお勧めしたいかなというふうに思いますね僕的には a max 90の og カラーでゴアテックスっていうところがポイントでございますねということでアウトフィットオブザデイやってみましょうかはいこんな感じです最近動画見てくれてる方からしたら結構ここの画角のやつ出てくると思うんですけどわかります 徐々に徐々に進化していってるんですよ僕の靴部屋計画が着々と本当に牛歩ですけど一歩ずつ一歩ずつ進んでてまあちょっとタイミングが合えばまた靴棚の動画として1本ないしは2本ぐらいは撮りたいなというふうに思っているので交互を期待いという形なんですけどもちょっと話を戻しましてこんな感じでスタイリング組んでおりますいかがでしょう個人的にはモノトーンとかで合わせた方がまあ無難かなとかも思いつつ普通に白 t ないしは黒 t にスウェーパンとかで このインフラレットのカラーをちょっと目立たせるっていうのも考えたんですけどなんかちょっとありきたりすぎるなと思ってコンフォータブルリーズンのねパンツこれちょっと兄貴から頂い,いたやつなんですけどもそれちょっと履いてでこれはね前回の動画同様ですねナイキのこちらソロスーシュっていうほぼ無地 T を着用してますこれ M サイズですちなみにこういう風な感じでもいいんじゃないかななんて思ってますね特に何も言うことありません合わせ方とかはもう特にないですただただそのモノトーンっていうのがちょっとありきたりすぎるなと思ってこっちに暗めではありますけどもカラーを入れたっていう感じですかね まあでも足元見てほしいって言ってもねちょっとここら辺がねあれなんですけども足元見ていただきたいんですけどもちょっとこう T シャツはちょっとグレーだったりとかありますけどもまあ基本的にはちょっと暗めだったりとかしつつもこういった。 インフラレッドのカラーでアクセントを加えてスタイリングとして成り立たせるというかそういうのもいいんじゃないかなというふうに思いましたねですので90自体どうなんでしょう最近の人気でいくとなかなかね影に隠れてる感は正直ありますよエアマックス90っていうモデルに関してはねですけどまあ僕的にはもうめちゃくちゃスタンダードなエアマックスだなと思ってますマックス1同様ねですからこういった靴をぜひゲットしてみてくださいっていうことでエンディングでセールの価格だったりとか喋りますけど僕さっき調べたらやばかったんですよめちゃくちゃ安いだからこのタイミングこそ 買うタイミングなんじゃないかなっていうぐらいの価格なので是非ね最後まで見ていただけたらなというふうに思いますのでエンディングいってみましょうさあということでいかがだったでしょうかまあ僕的にはですね久々に90を履いたような感じではありましたけれどもまあ OG カラーっていうのが一番やっぱり魅力を感じている部分があるのでとてもね久々の90のモデルを履いたとはいえねちょっといい なんか懐かしさとかもありながらもこれがゴアテックスかっていうちょっとテンションが上がるようなね感じでしたね先ほどから言ってますけれどもですねこちらなんと現在のメンバーデイズセールの対象商品となっておりますそもそもこれ確かねセールになってるんですよ定価が2万と130円だったっけな先ほど調べたらですね2万とそうですね130円になっているんですけれどもナイキさんの方ですでにセールがかかってまして1万 7, 円そこからなんと40%オフということでちょっと計算しますねはい出ましたなんとですねこちらのエアマックス90ゴアテックス仕様の OG カラーインフラレットと言わせてもらいますけどもこちらがなんと1万319円これは絶対待って買っといた方が良かったでしょう <laughs> 買ってそこをね紹介するっていうのがまだ 分かりますけどなんやかんや忙しくてこのタイミングで紹介するんだったらじゃあ待っとけばよかったなってめちゃくちゃ今正直後悔はしてますけどまあでもまあ個人的にはすごく OG カラーっていうのは結構やっぱ好きなので買ってよかったなって改めて思った次第でございますけれども皆様からしたらちょっと考え方を変えてね1万円ででゴハテックスのの靴買えるのやばくないですかこれめちゃくちゃお得だと思いますよ他にもねあでももう在庫がほぼないのかこれだと自分自身のスタイリングに合わないというかあとはちょっと明るすぎるなとかっていう感じ 方であれば黒グレーみたいなのもあったりもしますしまあ、そういう意味ではねこのエアマックス90のゴアテックス仕様のものって結構ありですよ本当に実用性としてね 特にこれから迎える梅雨にはうってつけなんじゃないですかナイキとしてはゴアテックス仕様のモデルって結構あるんですけれどもこの AMAX90 も僕は押していきたいなというふうに思いましたね今日ねちょうど夕方ぐらいにまたナイキの方が LINE が来てなんと対象商品がさらに割引になってますみたいなね割引率がちょっとまた上がってるものもあるらしいのでもしね気になる方は引き続きチェックしていただければなというふうに思いますということで今回はですねこちらの AMAX90 のゴアテックスを紹介させていただきました次回もですね、何か僕が買って や,たやつでまだ紹介しきれてないものをね紹介していきたいなというふうに思いますので是非ねチェックよろしくお願いいたします。